大気な上門は、福岡県加保郡穂波町出身で、出羽の海部屋に所属した大相撲力士。本名は、山本男次郎石田男次郎。現役時代の体格は194センチメートル、180キログラム。最高位は、東小結。得意種は、左四つ、より、鯖織。引退後は、年寄り、境川を襲名した。小学生の頃、 加ホ軍内の相撲大会で優勝したことが評判となり、六代目、出羽の海の命を受けた、九州山が勧誘して出羽の海部屋へ入門した。1938年5月場所、14歳で初土俵を踏む。当初の執行名は、本名の山本であったが、故郷にちなんだ、穂波山と改名して1945年6月場所で十両に昇進。 1946年11月場所で入幕を果たした。大気に名を改めたのは、幕内会に低迷していた1949年1月場所でのことである。この四行名の名付け親は、同部屋所属の年より、九十で大きく大成するようにとの願いが込められた。名は、大立と読ませるはずであったが、大立で通ってしまった。 その期待通り初の上位挑戦となった1949年10月場所、3日目に横綱、前田さんを寄り切りで破って、初の金星を獲得すると、以後は幕内上位に定着し、1953年3月場所では2日目に、新横綱、鏡里を叩き込みで破って、再び金星を上げた。 一旦会に下がった1954年9月場所では11勝4敗と、好成績を上げ、続く1955年1月場所でも10勝5敗と2桁勝利を、上げて、翌、3月場所新三役となる小結びに昇進し、六代目、出羽の海が、一度は三役に上がると期待した通りの、出世を果たした。この場所では5勝を10敗と大敗を喫したものの、8日目に、大関、 峰ネさんを得意のサバ折りで破っている。なお、幕内を計41場所も務めながらも、三賞受賞の機会には恵まれなかった。その後は再び三役へ帰り咲くこともなく、番付も徐々に加工し、最後は、心臓病に、肝炎、腎臓炎なども患い1958年、5月場所を最後に引退し、年寄り、境川を襲名して出羽の海部屋の更新の指導に、当たった。 戦前の力士としては有数の巨体を生かしたよりを得意とし、しばしばサバ織りを見せて、動きの遅い力士や小兵相手に強かった。しかし元来が非力で足腰が弱く、さらに左膝に慢性の故障を持っていたことから、動きが鈍く、横に脆い弱点を抱え、動きの速い力士や力の強い力士に対しては弱かった。鏡里や道部屋の横綱、 地代の山のほか寺子国、吉羽山ら大型力士たちが、上位にいた当時にあっても、その巨体は一際目立ち、温厚な性格だったこともあって、子供たちの人気が高く、ダンちゃんの愛称で親しまれた。頭脳名晰でもあり年より襲名後は、起土主任を務めていた。1970年1月31日、心臓衰弱のため生居、46歳没、相撲茶屋、 伊勢福の婿養子となって、石田姓に改め、小宝に恵まれなかったため、後の関分け、和芝さんを夫婦養子に迎えた。養子縁組は、大気の没後だったが、巨像と例えられた、大気の養子が、小兵で鳴らした、和芝山だったという対比が面白い。ありがとうございます。